い、サイモくんです。本日はですね、富士フイルムの最新カメラ XS20 を紹介していこうと思います。はい、てなわけで今日も始めていこうと思うんですけれども、本日ですね、富士フイルムの最新ミラーレス XS20 ですね、こちらを紹介していこうと思うんですけれども、こちらのカメラですね、非常に小型で高性能です。で、高性能にブラッシュアップされた代わりに、ちょっとね、お値段が約ね、20万とか、実売が18万ぐらいだったかな、それぐらいするので、ちょっと値段は張るから、僕ね、最初どうかなと思ったんですけれども、使っていくうちにですね、非常に手に馴染むというか、いいカメラだなというふうに感じてきたのでですね、沖縄ね、台風過ぎ去ったので最新のレンズ XF8mmF3.5RWR、 こちらでですね Vlog 撮りながら写真も撮りながら1日ねちょっと使った上でレビューしていこうかなと思います。はい、ビーチに着きました。今日ね、めちゃめちゃ晴れてて、台風がね、過ぎ去ったばっかりなんですけれども、気持ちいい晴天に恵まれました。手ブレ補正の感じも見ていただきましょうかね。8ミリだと、これだけね、背景大きく切り取れるので、気持ちいいですよね。あと、手ブレ補正もね、結構強いカメラなんですけれども、さらにね、超広角になればなるほど目立ちにくいと思いますので、いかがでしょう？ Vlog しててもね、気軽にね、できるんじゃないかな。手ブレ補正、どうでしょう？手ブレの感じ目立たないんじゃないかなと思っておりますが、どうだろうね。結構ね、足場が悪くてですね、ラフめに歩いてます。こんな感じで。砂浜で結構足取られるんですけれども、これで使えたら結構いいんじゃないかなと思ってます。はい、いかがでしょう。このね、最新の 8mm の単焦めっちゃいいな。結構ね、小さくて相性いいですね。XS20 とだったら結構ね、小さくてコンパクトに使える、かつ、やっぱり被写体を取り込みつつ、これだけ背景ね、大きく取り込めるとね、気持ちいいな、やっぱ Vlog してて。これね、めっちゃいいんじゃないかなと思います。で、このね、XS20 の魅力はですね、4K60p でですね、10ビットで収録できるんですよ。なので、非常にね、快調豊かで綺麗な映像がね、撮れるんですよね。なので、色情報がね、非常に多いので、色彩表現豊かにですね、Vlog を残すことができるっていうのが魅力ですね。で、60p だとですね、印象的なスローモーションの撮影もできるので、本当に上位機種に劣らないぐらいのスペックなので、安心して Vlog、ハイクオリティに撮ることができます。なので、価格帯はね、実際ちょっと高いなって思ったんですけれども、それぐらいね、アップデートはしてるので、まあ、致し方ないのかなーというところで、まあ、使ってみるとね、非常にそこは恩恵があって使いやすいなというか、妥協なく Vlog 撮れるなっていうのは使ってて今思いました。お、だんだん干潮でね、引いてきましたね。さっきまでね、ここ満ちてて海だったんですけれども、なんかね、藻みたいなのが見えてますね。なんか、このコントラスト感もね、綺麗だったりするんで、ちょっとこれもね、写真撮ってみようかな。いい感じだね。いや、このね、XF8mm のね、F3.5 の RWR、めっちゃ改造するね。で、結構ね、水平もピシャってね、12mm なのに意外とね、ピシャッと来てるなと思いました。このレンズね、気軽にね、小さいからなんか Vlog レンズと思って今ノリで使ってたんですけれども、やっぱりね、写真もめちゃめちゃよく撮れるなっていうところで、結構ね、写真作品も残せるレンズだなと思いました。やっぱ最新レンズだけあってね、動画のオートフォーカス性能もね、瞳食いつきね、被写体検出すごいですし、あとね、写真の AF もピシャピシャ決まるんですけれども、めっちゃ改造するし、クリアでいいですね、これ。僕はね、XF8mm16mm のね、F2.8 っていうね、大三元使ってるんですけれども、結構でかいんですよね。あれも写りめっちゃいいんですけれども、なんかね、このレンズでもいい気がしてきたな。こんだけ使い勝手よくてですね、Vlog 撮りながらね、サクッとね、気軽に写真撮って、これだけで改造するんだったら、めっちゃいいなと思いました。しかもね、見ていただいたの、取っ手出しの写真なんですよ。ベルビアで撮ってます。やばいよね。いや、このね、XS20 めっちゃね、もう気軽、とにかく気軽で、写真撮ってて楽しいですね。やっぱプライベートはこれぐらいのサイズ感がいいかも。今日ね、めっちゃ海綺麗。ちょっとあと1枚撮ってみましょうか。めっちゃいいわ。いや、確かにね、これね、なんか本当に撮れてるのってサイズ感で、あまりにも気軽すぎて思うんだけど、しっかりね、撮れてるからすごいよね。やっぱりこの小型な筐体ながらですね、スペックはかなりハイスペックなのでですね、出てくる絵も申し分ないですね。写真もこれだけ残せたら、まあ確かにこれでいいや感はすごいありますね。
いやなんかね、12mm にしてはいい感じで抑えられてるかなって気はしてて、さらにですね、まあ、ライトルームでね、プロファイルとか後から出てくると思うので、まあ、意外と使えるレンズじゃないかなと思います。周辺の流れとかね、ちょっと写真見て、撮って出しで今回出してるので、参考にしてみてください。結構いいね。ちょっと波の動きとかも撮ってみましょうか。で、ここからはですね、スペック上では伝えきれない部分を伝えようと思います。8mm ってのはですね、結構ね、大きく背景を取り込めるってメリットももちろんあるんですけれども、これだけ近くてもですね、これだけ大きく背景を取り込むことができるので、こんな感じで脇をね、締めて固定した状態で Vlog ができるので、結構ね、手ぶれが抑えれるなっていう体感があります。で、あとはですね、ご覧の通りマイクがね、これだけ近くから Vlog 撮れるんですよね。なので音もね、綺麗に撮れます。これね、非常にいいポイントかなと思っていて、このね、 XS20 とですね、 XF8mm、 このコンパクトな気軽さもそうなんですけれども、この 8mm っていう画角ですね、マイクの音を綺麗に撮りつつ、手ぶれも抑えつつ、超広角でさらにね、手ぶれもそもそも目立ちにくいってところが体感してみて分かりました。で、あと一つ、今回備わったね、Vlog モードなんですけれども、実際ね、ぶっちゃけいるのかなと思ってたんですけれども、使ってみたらめちゃめちゃね、使い勝手いいです。本当に、広角だからね、これぐらいの距離感で再生確認したりですとか、商品モードとかですね、あと顔検出モードのオンオフとか、背景ボケ、あとはハイスピードのね、オンオフとか、ブレ防止モードのとかですね、セルフタイマーとか、もう全部ね、いろいろ、ここでメニュー項目出てくれるので、非常に便利に切り替えられます。これ結構ね、使ってみると便利です。意外とね、いらんかなと思ったけど、まあ、便利だわ、これ。来て、XS20 ね、めちゃめちゃいいと思ってたんですけど、ちょっと不安要素一つ出てきました。まあ、一通りね、今30分ぐらい撮ってるところなんですけれども、熱警告が出てですね、まあ、ちょっとレック押せなくなって、今、ちょっと休憩してます。はい。やっぱりもしかしたら小さい筐体にですね、ハイスペック詰め込んでるので、やっぱ排熱弱いのかなっていうのは、ちょっと懸念点として、今、上がりました。まあ、ちょっと屋外での撮影ですね、多い方はその辺も頭に入れた方がいいかもしれないですね。別売りでなんか冷却ファンとか出てましたっけ？もしね、冷却ファンとか必要かもしれないですね。こういう環境でしか使わない人とかはもう絶対冷却ファン必要かもしれない。それで言うと XH2 とか XH2S 僕使っててですね、同じ環境で熱警告出てレックできなくなったことはないのでですね、もしそういうハードな使い方想定してる人はやっぱりね、フラッグシップ機、まあこれもね、値段20万からね、まあ実売18万ぐらいなのかな、ちょっとね、4、5万足したらですね、 XH2 とかね、 XT5 っていうのがね、まあ XT5 はね、あの自撮りできないので Vlog の候補として上がらないので、 XH2 かこいつかみたいなとこなってくると思うんですけれども、まあ冷却ファン足して結局大きくなってっていうのも考えたら、まあこういう使い方が多い人は XH2 でもいいのかなとは思いつつ、まあ僕の今日の環境がね、気温以上にかなりね、日差し当たってるので、まあちょっとかわいそうな状況ではあると思うんですけれども、まあこういう環境で実際ね、熱警告出て今撮れなくなったという事実があるので、まあ今日は忖度抜きでね、あのレビューしようと思ってたので、そのままお伝えしますっていうところはちょっと頭に入れてご検討していただいた方がいいかもしれないです。まあすごいいいカメラだけどね。はい、今日は XS20 いろいろ試していったわけなんですけれども、まあ結構いろんなことが分かりました。まずね、コンパクトでですね、非常に写真の撮り回しさは良かったです。で、グリップ感もね、結構意外と深いのでですね、小さいながらまあ結構ね、ホールディングもできたので、まあ写真は申し分ないかなと。画質も綺麗でしたしね。で、 XF8mm のね、 3.5 の RWR ですね、これね、水平もピシャって意外と決まって改造してて良かったなと思いました。 XF8mm16mm の大三元でかいんですよね、僕持ってるけど。これね、小さくてこんだけ映るんだったらちょっとね、買い替えようかなぐらい思っちゃいました。非常にいいレンズで、 Vlog もね、やっぱ小型でね、コンパクトなレンズということで撮りやすかったし、まあね、脇を締めたままめちゃめちゃ近い状態で背景をね、大きく取り込めて Vlog できるっていうのも、手ぶれも抑えれて音質もね、よく撮れてっていうところでいいことずくめだなと思いました。なので本当に XS20 と XF8mm はね、めっちゃいいなと思いました。で、4K のね、24と 4K の 60p。今回ですね、10ビット収録できるようになったので、非常にね、画質も綺麗に撮れながら、
スローモーションの表現もできると非常にいいことですね。ただですね、懸念点が撮ってて最後の方であったと思うんですけれども、ちょっとね熱の警告が出てね劣行せなくなったんですよ。なので僕みたいなこんな感じで炎天下での撮影が多い方はちょっとね冷却ファンあったのかわかんないですけど、あったら別売りで買うかですねとかしないと結構ね不安かなとは思いました。まあどれぐらいハードな環境で使うかによってフラッグシップ機のね XH2 に行った方がいいのか、このね XS20 でねカジュアルにしていった方がいいのかっていうのはもうご自身のね使い方によって分かれるのかなと思いました。非常にね高性能でいいカメラであるので、僕もねなんかだんだん使っていくうちになんか高えよって最初は思ってたんですけれども、まあこれぐらいのスペックでね妥協なく Vlog できるんだったらいいかと思っちゃいましたね。で気軽に撮れるのでですね、やっぱこの使い勝手の良さ、 Vlog モードも意外と使いやすかったし、そういうのに慣れてくるとですね、なんかまあこれだけ払う価値あるのかなっていう体感になってきました。懸念点はですね、なので最後のねちょっと熱警告だけですね、ちょっとデポで撮ったので、まあ高温設定みたいなのがあるのかわかんないんですけれども、もし高温設定みたいなのがですねなかった場合は冷却ファン必要だなとはぶっちゃけ思いました。今日はね忖度なしで喋ろうと思ってるので、富士フイルムさんからお貸し出しいただいてるんですけれども、これはねユーザーにとってメリットデメリットね判断してもらった方がいいと思うので忖度なしでお伝えしました。はい、今日はこんな感じで XS20 ファーストインプレッションということでレビューさせていただきました。皆さんの感想いかがだったでしょうか。コメント欄でぜひ教えてください。で最後にですね、今の富士フイルムのねカメラのラインナップって結構ねどれもまあ値段がね差がなくなってきてます。 XH2S、XH2、XS20 とラインナップね今あるんですけれども、結構ね価格差が詰まってきたので XS10 とね切り分けて考えた方がいいですね。この XS20 の前の XS10 っていうのは結構ね手頃な価格でカジュアルに使うライトユーザーに当てられたカメラなんですけれども、この XS20 はその後継なんですけれども、ちょっと僕は使って別物だなと思いました。僕みたいなプロカメラマンのサブ機になったりですとか、あとは Vlog ね本格的にやりたいよっていうハイアマチュアの方ですとか、結構ねこだわりたいなっていう方に向けたムービーもハイスペックに撮れるハイブリッドな小型なカメラっていうことの位置づけでですね、まあちょっとこのね XS20 もはっきり言って上位機種として見てですね、バリアングルか Vlog に特化してるかとか、もう主にね動画撮るか撮らないかとかで決めてもいいぐらいの、まあハイエンドな機種として僕は見ていいのかなとぶっちゃけ思います。もうね性能申し分ないです。オートフォーカスの検出もめちゃめちゃ良くなってるんですよ。見といてくださいね。この速度でね普通検出するってね、今までの XS10 とかね XT4 ではありえませんでした。なので AF のアルゴリズムっていうのはやっぱ改善してきてるなっていうのは思います。今もね熱警告出てきたのでですね、ちょっと簡単に締めようと思います。バッテリーの持ちねめっちゃ良くなってるので、すいません今喋ってる途中だったんですけれども、警告マーク通り過ぎてね今熱停止でまさにシャットダウンしましたという感じで、僕みたいにですね YouTube で結構こんな感じでロングで回したり喋ってるような感じ、炎天下でやるとこういうことが起きるので、まあちょっとね難しいなっていうのは正直今感じてます。すごいいいカメラだから僕ねぶっちゃけ購入したいなと思ってて今日ねスタートして始めたんですけれども、まあ一つねちょっと課題といいますか問題点といいますか、僕が買う上での悩みっていうのがね発見できたので、それは良かったかなと思います。ちょっとこの辺はですね貸し出し期間まだあるのでですね探ってみようと思います。もしかしたら高温にね強くなる設定とかあったらいいなと思うのでちょっと探ってみます。なかったら冷却ファンとかでね対応とかになると思うんですけれども、まあ僕みたいな環境で撮る人は参考にしてみていただければ幸いです。まあねある意味結構ね貴重な、まあ、実践的なレビューになったかなと思うので、まあね今日ねでもぶっちゃけめっちゃ暑いよ、僕も熱中症になりそうなのでもう締めたいと思います。はい、今回の動画ためになったよいいなって思ってくださる方はぜひねチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。 XS20 に関するねコメントとかですね、もっとこういう検証見たいよとか何かありましたらですねコメント欄で教えてください。はい、また次の動画で会いましょう。じゃあねバイバイ。